せます。桜、花びら舞い散る、血しぶき、穴掘り、埋める、桜の木の下に。よし君、花見するわよ。その前に、今の連想でなんで花見につながるのか話し合おうか。まったくこれだからキョンは。その出来の悪い息子を見るような目をやめい。そんなんだから、いつまで経っても平団員なのよ。そうか。それなら今のままでいいよ、母さん。誰か母さんか、殴るわよ。殴った後に言うな。そういうお前は父さんだ。落ち着け、春日、意味がわからない。もうしょうがないわね。今日に自分の無能っぷりをしっかりわからせてやるためにも。小泉くん、お呼びですか。んちょっと聞くけど、なんとエールがエナジーを、ここから導き出される答えは花見ですね。即答。簡単な思考トレースですよ。ほほう。こんな感じです。さすがよ副団長。なるほどね、お前らは敵だ。そういうわけだから行くわよ花見。だが断る。それでだけど小泉くん、どこかいい場所あるかしら。あれ、説得さえなしですか。そうですね、この時期に花見となるとどこも混んでるでしょうから、どこかの私有地で都合のいい場所があればいいんですが。私有地で穴掘らせるなよ。そうなるとやっぱり穴が掘れるかがネックになるわね。ですね。お前ら、もう一度花見に穴掘りって項目が必要かどうか考えようぜ。話は聞かせてもらったよ。この声はつるい、あれみくるちゃん。あれつるやさん、今までここにこの展開で姿をくらませないで。ごめんごめん。いつの間に。みんな悪かったね、近い戦闘に備えてトレーニング中だったのさ。まあそれはいいとして、何やら花見の会社を探してるようだけど。うん、穴掘り OK なとこ。それならうちの第32号鶴屋自然公園関係者用お花見区域でやるさ。やっぱ何でもありかこの人は。関係者用なのもいろいろ曰く付きな場所って理由だから、本当に何か出るかもね。曰く付き出る。